もう待つの退屈。タクジュタクジュタクジュ。さゆも退屈なの？退屈って何？お家帰りたいな。今うちはきっと見張られてるってご主人様言ってたよ。だからダメだよ。それにここも慣れれば楽しいと思うよ。ね、さゆもそうでしょ。さゆもさ。なんでこんなことをトウカたちは楽しめるの？エマは楽しくないの？わかんない。わかんないの？あのエマという子はかなりストレスが溜まっているようだね。ええ、もともとあまり我慢強い子ではありませんでしたから。まあ確かにここほど退屈な場所もないからね、子供には辛いだろう。すみません、お気を使わせてしまって。君が謝る必要はない。だがあの子には一言言っておくといい。このしつけは親の責任だから。エマ、退屈かい？はい。でももうあの家に戻るわけにはいかない。お前たちがいれば戻ることはできるだろうが、あのまま暮らすことはもう無理だろう。それはわかるよね？サイもトウカも我慢してくれているんだ。エマももうちょっとだけ我慢してくれないか。私はサユやトウカとは違う。エマ、私サユよりもトウカよりも能力低いし我慢もできない。ソウジさん、なんで私だけ弱いの？私だってソウジさんの役に立ちたいし、いい子になりたいよ。でもダメなの。ダメなんだもん。ダメ。あの、それは僕の責任だ。様、ご主人様。おはよう、どうか。どうしたんだい？エマがいません。え？エマがいない？置き手紙にちょっとだけ家に帰ってきますって。どうしましょう？僕の責任だ。今何時だい？8時です。始発電車に乗ったとしたらもう着いてる頃か。行くのは僕一人でいい？はい、ご主人様。誰もいないよね、やっぱり。掃除さん、なんで私だけ
こんな体なの。エマ。誰？久しぶりだね、エマ。グラハムさん？なんでグラハムさんがここにいるの？人生に偶然はつきものだよ。もっとも偶然はいつも神がもたらすとは限らないがね。神様なんていないもん。神はいつもエマを見守っているよ。神様って暇なのね。そうかもしれん。ああ、神様、私をもっと強くしてよ。エマはどうして強くなりたいのかね。どうかやさゆに負けるなんて嫌なんだもん。私の方が絶対すごいはずなのに。負けず嫌いなんだな。エマは綱川が好きかい？ならきっとそれが全てなんじゃないかね。エマ！掃除さん！よかった、無事だったんだね。私どうしてあの子エマを気にかけているのですか？その答えは簡単だ。だが話すことは簡単ではない。聞かせてもらえますか？聞かせるなら君が最初だと決めていたよ。昔私には妻がいた。妻の名はエルガ。私の最愛の人間だった。知っての通り今は私の隣に。あの白爪草墓地で娘と一緒に眠っているの。娘？ああ、心臓に重度の血管があり、たった39時間だけ生きていることができた娘。名はステラ。妻もその時に亡くなった。愛すべきものを同時に二人も亡くしたのだ。私は神に侮蔑の言葉を吐いた。なぜか、なぜこのような不条理が許されるのか、理解しえども納得など到底できなかった。私は神へ挑戦を誓った。この世の不条理を駆逐したかった。私が新しい神になる。その結果古今ができ、やがて君が来た。僕にどんな役割を？君には私が数十年前に亡くしたものの片割れを預けた。まさか。私の娘ステラの遺伝子を受け継いだ子。それが答えだ。だが私はただあの子の可能性を見てみたかったにすぎない。花が咲く前に拾われた種から咲くものが見たかっただけだ。そしてその願いは達成された。本当に感謝しているのだよ。いえ、
僕は自分のエゴで動いていただけです。感謝だなんて。エマ、聞いていたのかい？うん。そうか。君の体はステラが持っていた血管を抱えている。だから苦しいし力が出ないこともある。彼は悪くないのだ。恨むなら私を恨みなさい。恨むなんて。ステ、いやエマ、ツナは君のことを本当に大事に思っている。そこには順序や大きさなど存在しない。ただそれだけの純粋な思いだ。彼を大事にするんだ。彼の手となり足となりなさい。そうすれば君にもきっと祝福が与えられる。神ではなく人からの祝福。それでは僕は鎌倉に戻ります。君の新しい家と生活に幸福のあることを祈るよ。古今はいずれ滅ぶ。大きくなりすぎた動物が端々から壊死していくように、古今もまた死のうとしている。だが私のわがままで始めたこの組織、私の責任で終わらせねばなるまい。彼女たちを大切に。それが最後の命令だ。はい。エマ。あ、ちょっと待って、掃除さん。戻りましょう、掃除さん。エマ、グラハムさんに何か言ったのか？うん。感謝の言葉ね。それでもいいのかもしれない。彼女たちを戦わせないための戦いなんだ。その選択に悔いはないだろうか。自分の立場、自分の望み、自分のなすべきこと、また堂々巡りか。こんな寺に誰だろう。住職の知り合いかな。原山。ああ、あの時以来だな、綱川総司。なんでこんなところ。それにしてものんきなものだな。なんでお前が？決着をつけに来たとでも言ったら？断る。あの子たちと戦わせるつもりはない。嘘だな、綱川総司。何が？
前にはちゃんと戦う理由があるっていうことさ。そして俺の方にも戦う理由がある。同じ理由でな。さあ、あの子たちを呼んでこい。お前の手足たるあの子たちを。私たちの邪魔をするの。約束だからな。約束？まあそれもどうでもいいことだ。行くぞ。左右。この。話にならん。お前が追い求めてきたものはこの程度か。僕はお前のように力を追い求めてきたわけじゃない。そんなのは言い訳に過ぎ、行き着くところは同じさ。何よ、自分が実験に失敗したからって単なる負け惜しみじゃない。私たちあなたみたいにならない。左右は左右だもん。面白い。これがお前の答えか、綱川総司。いいか、お前たちはエクストラを単なる強化された人間と思っているようだが、その捉え方はまるで的外れだ。エクストラにはエクストラにしかない感覚がある。私はもともと人間だったからこそ気づくことができた。エクストラの特殊な知覚の前に従来の考え方など無意味なのだ。この知覚を生かせば最大限に力を引き出せる。わかるか？お前たちと私とではそれほど能力に差はない。目で追うな。空間を見ろ。物理的な感覚は捨てろ。力の密度を感じるんだ。そうすればずっとマシに動けるはずだ。一体何が言いたい？レクチャーだよ。お前たちの不甲斐ない姿を見ていると品藤が哀れに思えてな。まあいい、今日はこの辺にしといてやろう。古今の最後も見届けねばならんからな。何だと？とうとう軍が動き始めたのだぞ、綱川総司。お前がくだらんことで悩んでいるうちに、もはや誰もが引き返せない道へ入っていったということだ。その責任をお前はどう取る？わからんか。哀れな奴だ。ならば自分の目で見るといい。古い傷跡が体から消える瞬間。何か教えてくれようとしてたみたい。悪い人じゃないのかも。カンマ！それにしても古今がどうとかって、ご主人様？ああ古今の最後。ならば自分の目で見るといい。古い傷跡が体から消える瞬間を。荒山の言葉が本当だとすれば、確かめに戻らなくてはいけない。それには危険が伴うだろう。自分も
そしてこの子たちにも。先生、サユ頑張る、強くなる。私もマッパ強くなります。ああもう、私が一番強くなるんだから。ありがとう。だけど僕はお前たちを荒山のようにはしたくないんだ。Cクラス装備、その他の研究員たちは身近なシェルターに避難を指示しなさい。はっ。避難の指示が済み次第ここも破棄。あとは私の代理として暁を立てますので、彼の指示に従うこと。品藤部長は？私はグラハム氏を保護しに行きます。3人ほどついてきなさい。はい、わかりました。お気をつけて。505シェルターで会いましょう。ええ。品藤部長、こっちはグラハム氏の部屋の方ではないようですが。ええ、そうよ。え？お散歩かい、部長さん。こんな時に冗談はやめて、バッチ。まあいいさ。さて、グラハムはどこだい？いつもの部屋にいると思う。第7層の一番奥の部屋だけど、勘が鋭い人だから私の離反にも気づいているだろうし、もういないかもしれない。君が逃がしたというわけではないだろうね。バカ言わないで。結構。さて、君はどうする？聞くまでもないことでしょう。必要な荷物をまとめて軍に戻るわ。それならいい。それにしてもあっさりしているね、エイプリル。長年勤めたここを裏切るというの。複雑な気分だろうな。仮とはいえ、自分の家がなくなるのはな。そんなんじゃないわ。そうかい。まあいい。俺は俺の仕事をするだけだ。忙しいのね。まだいろいろと仕事が残っているもんでね。この分だとしばらく休暇はもらえそうにない。私たちには最初から休暇なんてないわ。そうか。ま、今日くらいはもらうけどね。それじゃ待ち、また後で。ああ、またな。最後の大仕事か。覚悟はずっと前からできている。これがおそらく最後になるだろう。だけどいい、もう私には時間さえも残されていないのだから。急がないとね。
行くわよ、品藤さとみ。エイプリルは今日お休みなんだからね。お休みに最後の大仕事か。皮肉のつもりかな。彼女ならそうかもしれませんね。それにしても惜しいな。それはエージェントとしてですかね、それとも女としてですかね。愚問だな。両方だよ。それでは私は仕事にかかります。期待していいかな、マーチ。それこそ問うまでもないでしょう。どうやら誰もいないようだな。こっちにもいませんでした。左右の見たとこも。一階にも誰も。そっか。じゃあみんな荷物を詰めなさい。そしたらここ本格的に出るからね。もうここには来ないですか。そうだね。ここも良い場所だったけど、もうここには住めないだろうね。残念ですね。でも次の場所も楽しみじゃない。サユは楽しみ。もうエマとサユは情緒ってものはないのかしら。ないもん。ないもん。誰だろう。誰だ。船川くん、やっぱりそこにいたのね。品藤、大丈夫か。今どこにいるんだ。ココンが軍に攻撃を受けているらしいじゃないか。渡したいものがあるの。1時間後に第18番格納庫前に来て。渡したいもの。時間がないのよ、早く。あ、分かったよ、品藤。それじゃまた後で、その時に詳しく話しましょう。あ、それじゃ。ちょっと急ぎのようだ。さあ、みんなも用意して。ソウジさん、用意なんてないと思うよ。あ、そうだね。さあじゃあ、行こうか。はい。品藤。つなか、マーチ。ご苦労さん。なぜ。最後の大仕事ってやつさ。すべてを消すんだよ。君の大好きな綱川くんのね。惜しい。本当に惜しいよ。
俺も君はお気に入りだったんだ。だが君は自分勝手に動きすぎた。お人形はお人形のままでいればよかったんだ。シナフジ。おっと、ようやく主品が到着したようだね。シナフジさん。違う、ひどい。喋るな。私、あなたを騙してた。だけど、もう…なんで、こんなこと…こんな…どうせ、もう、長くないのよ。終わりの日を考えて生きれば、痛いほど今の大事さがわかるの。シナフジ、もう。あなた、自分がバカみたいロマンチストだって知ってる。普通の男はそんなじゃないのよ。一緒にいても離れていても、どっちにしろ私は死んじゃうんだし、それなら辛い人が少ない方がいいなって思って。そんなこと。どうしたのよ、泣きそうな顔して。バカだよ。すごく考えたのよ。これでも自分に任せて人を傷つけるのもう嫌、理性で諦めるのも嫌、欲望ですり替えて忘れてしまうの。後悔しないようにって思ったから、だから今そういう自分を好きになれるの。これを砂川くん、ありがとう。最後にあなたに会えてよかった。いろんなことがあったし、いろんな人を愛したけど、砂川くん、あなたと会えたおかげで今いい人生だったって思える。
い人生だったって。ありがとう。つなが。本当に。ありがとう。篠藤さん。いやあ。さて、お別れは済んだかい？そんなに悲しまないでくれよ。すぐに同じ場所に送ってあげるからさ。貴様！そんな君のヘナチョコ玉なんて当たらんさ。問題はお嬢さん方だね。篠藤さん！何なの？何なのよ！許さない。久しぶりだね、お嬢さん方。今回はこの前のようにはいかないよ。なんだ、こんなのは聞いてないぞ。くっ、よける。なるほど、これがあの方が言っていた力か。ならば、わざわざあの方に手間をかけさせることはない。ここで始末した。所詮は力だけ。やめるんだ！そんな奴、殺す価値もない。とどめを刺さないのか。僕は、お前たちとは違う。バカな奴だ。俺たちとお前たち、何が違うって言うんだ。命を燃やす、幾多の生を奪い続ける、お前のその三人も多くの犠牲から生まれた鬼子だ。そんなお前たち、幸せになれると思ったか。俺はそういう偽善ぶるやつが大嫌いなんだ。お前たちのような寄生虫と一緒にされては困るな。そういうお前が一番偽善者なんだよ。ここはの荒山か。お前が一番分かっているはずだ。古今の大罪を。だからこそお前はここを抜けたのだろう。俺もそう思っていた。だが決断するのはまだ早いらしい。何を待つというのだ。お前が知る必要はない。
くだらん茶番だな、綱川総司。荒山。考えろ、綱川。己が今何をなすべきなのか。何を守り、何を滅ぼさなければいけないのか。だがその選択は、この女がくれたものだということを忘れるな。絶対にこの女のことは忘れるなよ。それが、死なくじへの唯一の手向けだと思え。また会おう、綱川総司。次はバベルでな。バベル？バベルとは一体何だ、あれは。心が犯そうとしていた愚の一つ。そして今は軍がそれを利用している。何をする気かは知らんがな。そこがおそらく最後の場所となる。ここに一体何が。